作りとこ。よろしくお願いします。すいません、もう三週間前はすいません。事件を知らない人で、重大で、事件を知らない人で。あ、そうそうそう。ちょっと軽く自己紹介終わった後にまたしましょうね。最初から言っとこうね。あ、大丈夫大丈夫そう。あっちに映る？私は映ってないか。はい、サイグス予中がナビラ、キヨのナンクル旅トークをお送りしております。今日もですね、素敵なすごい美女軍団が来てますので、今日も30分間お楽しみくださいませ。あ、高坊さん、こんにちは、ありがとうございます。今日は美女です、皆さん、すごいです。よろしくお願いします。あ、インスタもよろしくお願いします、見てください。ありがとうございます。3週間前の、すいません、リベンジレンジで、はい、事件が知らない、事件が、はい、まずはじゃあ自己紹介してもらって、はい、でその後で一回謝りますので、すいません再度、はい、すいません、はい、お、見てるよ、ありがとうございます。はじめまして。今日は台湾の話ですね、はい、台湾の話します。はい、はい、今日のナンクル旅トークをお送りしていきます。今日の素敵なゲストさんです、どうぞ。はい、月曜日ですね、はい、美女の来て、はい、美女のもう、はい、はい、もう起きてすごい厳しそうですね。はい、私みつこと大城みつよです。はい、はい、りえこと池原りえです。はい、はい、私は今日忘れ物を取りに来た飛び入りなんですけど、たまなと申します。よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、一言申し訳ございませんでした。何があったんでしょう。ですね、3週間前なんですけど、ちょっと渋滞に巻き込まれまして、はい、もう本当に伊佐交差点の手前からずっと渋滞で、もう1時間かかってもう1時間かかってきて、来たらもう放送終わってたんで、すいません、すいません、なんか勝手にね、やってもらって、もう、いやいや、ジャックで、お願い、ありがとうございます、逆に助かりました、すいません。で、今日はリベンジエンジということで、ですね、今日ですね、やっていきたいと思います、こういう感じですね。はい、で、まあ、ちょっと今日の旅の方は、台湾の方でね、話で、もう台湾、もうすごい結構行かれてるって。そう、私ね、台湾を40回、40回行ってるんですけれど、はい、だけどですね、なんか台北市内が多くてですね、はい、なかなかなんかもう観光地以外はあんまり行ったことがないので、キヨさんにちょっとね、いや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 、台湾のでも台北もね、自分も大好きで、うん、パンダ見に行ったりとか、ちょっとね、温泉入ったりとかも、うん、まあ結構するんですけど、ね、温泉すごいですよね。温泉いいですよね。そうなんですか。なんか地下鉄で行けるところで、そうですね、あんまイメージなかったですね。水着で入るんですよ、水着で、ね、水着で、はい、で、ちょっとホテルの上にあるちょっと高めの1000円ぐらい入るところもあるし、うん、あと台湾の現地の人が行く野店風呂とか、うん、あとなんか家族風呂みたいなところ行ったんですけど、家族風呂みたいなところあんまり綺麗じゃないんですけど、まあめっちゃ安いんですけど、やっぱりちょっとねホテルの上の方がいいかなって感じで、でも本当にあれですよね、なんか鬼怒川かなって思うぐらい、なんか本当に温泉地っぽい、まあ、いっぱいあります。町の真ん中に川が流れてて、うんうんうん、って感じで、またね、食べ物も美味しいし、食べ物うまいっすよね。さっきの話、さあ、そうね、一応なんかさっき話で、例えばよく言われるのが修道府ってあるじゃないですか、うん、なんかね、だいたい200メートル先から分かるんですけど、あれ一応食べてみると、うん、匂いだんだん気にならなくなるんですよ、ね、どんな匂いってね、なんかね、なんか動物が死んでるみたいな、ちょっと腐敗臭に近い感じかなって。ね、ほんとなんかね、だけど食べると一応なんか厚揚げ豆腐みたいな感じで、ちょっと上に辛いなんかピクルスみたいな、なんか結構かけて、なんかね、よく調べてみると、はい、一応野菜が、うん、なんか発酵させて、私豆腐が臭いと思ってたんですよ。じゃないんですか。ではなくて、この、この野菜の中に漬け込むらしいんですよ。なるほど。発酵したものの中に、中に、あ、豆腐自体が臭いんではないんですか。そうそうそう、その野菜を発酵した野菜の中に漬け込んで、うん、
ていう感じですね。でも体にすごいいいってことで、味は豆腐用とかとは違う、ちょっと違うかな、一応食感豆腐っぽかったんですけど、なんか上にかかってるやつが、自分が食べてるやつは、いろいろね種類があるみたいで、ちょっと辛めのピクルスみたいな感じで、辛いのちょっとね、辛いのが入ってるのは食べやすかったですね。そうですね、あれは美味しかった。まあ、食べると私ちょっとね罰ゲームで食べたんですよでも一度は食べてみようと思って食べたら、まあ、意外にいけたな。でももう一回食べるかって言ったら、まあ、ちょっといいかな体にいいんですよ。いいですか。あ、でもやっぱりコンビニなの卵がはまりますね。ああコンビニ、あの 黒い卵あれめちゃくちゃうまいです、うん、黒い卵なんで黒いんですか。あれ液がなんかピータンとかではなくて、うん、ピータンではなくて、うん、薬草かなんかにつけてるんですよ。八角とかいろいろ入ってて、うん、なんかゆで卵みたいな感じなんですけ ど、まあ、日本でいう おでんではないけどなんかそんねっぽい感じ の卵バージョンって感じで。あ、なるほど。でも台北もいいんですけどね、うん、一番やっぱ自分は台南とか高尾、台南がもう、台南もね、何年前に行ったかな台南、うん、そこも良かったです、ね、台南の駅、はいはいはい、あの駅がちょっとちっちゃいですけど、ちっちゃいんだけど、なんかね、あの段ボールでいろいろなんかあのお店が作られてるんで、段ボールで、うん、そこは気づかなかったです。段ボールで行ってるんですか。段ボール、なんかこれ焼けたらどうなるんだろうと思いながら、これは屋内にある、屋内に、屋内にあります。屋内に、屋外だったらもうべしべし、うん、ですよね。週一直さんといけなくなります。調べてみてください。なんかいろんな、こんなのが段ボール、段ボールみたいな。でそう、台南ってなんか日本でいう 京都みたいな感じですよね。寺がたくさんあって、うんうんうん、でも食べるものがいちいち美味しいんですよ。わ、うん、かるわかる。中の食パンの中くり抜いてシチューみたいな入っててますとか、もうあの本当に歩くたびに美味しそうなの見つけて食べて、うんうん、美味しくてやっぱりうまいなと思って、歩いたらすぐ隣に見つけるんですよまた頑張って食べるじゃないですか。でまた歩いてまた見つけるんですよ。食べきれないじゃないですか。でお腹空かせるために歩くんですよ。でまた歩いてる最中にまた見つけるんですよ。本当にお金はある、食べたいだけど食べきれない、本当に胃袋本当もう一個欲しいっていうぐらいめちゃくちゃ美味しくて、でその中で台南だとあのアンピンって場所が結構良かったですね、うん、はい、なんか古い町並みがあって、うん、その中にあの港のところに屋台があって、うん、この港のところにカラフルハウスがあるんですよ。そうなんですか、うん、あれ行かなかった、あもう全然調べて行ってないから調べてみたんです。あそうなんですか、ね、綺麗な、ね、カラフルな、カラフル、ね、なんか話すっごいなんか鮮やかな綺麗なね、なんかイタリアにある、ね、それの台湾版らしいです。あれですね、なんかあの、うん、アルゼンチンにカミニートってあるんですけど、多分そこもそんな感じ、なんか多分黄色とか緑とか、うん、ピンク、そういう、ね、綺麗です。なんかインスタ映えするんじゃないですか。行きますよ。気にあるんだ。行かなかった。食べ物に夢中で、あそこも屋台がたくさんあって、もうずっともう本当にもう、ね、もうずっともう食べまくってました。もうきついぐらい、なんか私弟の方が居酒屋やってるので、はい、まあ私も居酒屋の仕事をちょっと手伝ったことあるんですけれど、はい、その時にやっぱりなんか勉強になるんですよ、台湾の料理。なんかえこれってもう一応再現するために、ね、帰ってきて必ず再現するんですけど、それがメニューになったりってことですごく楽しかったです。なんかしたらなんか台湾の人とお友達がいて、大城さんってから台湾のものより おいしいよとか教えてって言うんだけど、いや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 、おいしいおいしいとか言ってからさそうそうそう、してね彼女とはね、あの、まあ、ここに住んでるんですけれど、うんうん、あのたまにこのなんかね料理ね、うん、ちょっと教えてもらったりっていう感じで、現地の人みたいなね、そうそう、それであの餃子ってあら、はい、結構ね、あのあっちは水餃子が、うん、もう普通に水餃子、うん、焼きよりも水餃子ってことで、うん、あのそれもね皮から作るんですよね、皮から、うん、それでも、ね、もうみんなね、なんかちょっと友達も子供たちとか連れてきて、みんなでなんかもう粘土状態で、ね、川からってね、なかなか結構子供楽しいですよね、なんか、うんうん、それももう大きさバラバラなんだけどなんかもう全部ぶっこめみたいな、でも美味しかったですよね。美味しかった、プルンプルンですよね、皮もちもちプルプルで、うん、それをまたね、なんていうのかな、もうこれに飽きたらまた焼き餃子にするんですよ、それをね、じゃあまず水餃子が基本 基本で、うん、なるほど、うんうんうん、結構これも手作りで、そうそう、あとね、なんかあこの人って結構ね、あの薬草とかそういうのをね、はい、結構あの出汁の素とかなんか使わないんですよ、
出汁の素とかもうこんなのはちょっと体に悪いっていうことで、じゃあもう、うん、だから一から出しとるんですか。そうそう、というかさ、いろんなね、まあ、八角とかもそうだけど、うん、そういうなんか自然のものとかで、うん、スパイスとかハーブとか、うん、なんか漢方通りってあるじゃないですか、あそこ。いやもう全然気づかなかったですよ、ね、もう食べ物いろんなのが、もうそこ見るのがもうとっても好きで、うん、なんかお茶とかもすごいいっぱいあって、お茶のね、なんかなんていうのかな、あら、バラの花、はい、うん、何種類か、これはどこに効くとかっていう、つぼみ、ね、つぼみの、めっちゃ可愛いんですよ。そしてここで沖縄で買うとね2500円ぐらい 100g でやるんだけど、こ、あそこだとね380円ぐらい、すごいですね。もうめっちゃ、私これもめっちゃ可愛くて、ティーに入れたり、 あと足湯、いいですね、足湯するとき、私エステやってるので、めっちゃいいですね、足やるときにちょっと入れて、ちょっと足湯にしてしました。だけどなんかもうなかなかね、台湾行けなかったじゃないですか。そうですね、でも久々に1月に行きます。いいですね、豪華客船で、クルーズですか。で行ってきます。一緒にメンバーです。4泊5日、すごくね、なんか、まあ、今回のは安いツアーで、はい、10万以内では4泊5日、これはあれですか、もうご飯は抜きで、うん、あ、ついてます。2食、うんうん、そうそう、3食のおやつ付き、おやつ付きで、はい、やばいっすね、おやつ付き、そう、やばいっすね。だから沖縄限定らしいです、今回なんかジャンボツアーさん何周年か記念で、うん、沖縄在住の方のみの、じゃ あと必要なのお酒代ぐらいですね。そうですね。いやいや、でもそれでも安いですよね、うん、今ね、振り込みしたのは8万なんですけど、多分あの Wi-Fi だとか、あとはお酒代お酒の、まあ、別で、なので10万くらいで足りるのかなって感じですね。で、はい、Wi-Fi なんて 4人のうち1人ぐらい、ね、入ってれば OK じゃないですか。はい、確かにそうですよね、なんかありますよね、海外で使える、そうそうそう、 Wi-Fi みたいな。私の友達がね、最近またこの豪華客船の旅に行ってきて、まだ会ってないんですよ、はい、その後、そう、ちょっと同じ船に乗ってるんですよ。あ、じゃあどんな感じっていうのが、そうそうそう、彼女のところはちょっとね、高いランクが、あ、48万だったらしい。48万円、すごい。で、ここはもう日本一周、日本一周、韓国行って、で戻ってくるパターンなんですけれど、なんかね、これもどんな感じだったっていうのをね、ちょっと聞きたくて、うん、船憧れますよ ね那覇の港にね泊まってるのを遠目に見たんですけど、あの19階建て、19階建てなんですって。ウォータースライダープールで、しかもウォータースライダーって言ったら、中に映画館とかボーリング場とか、これもう無料なんですか。無料無料、やばいっすか。これ寝る日もないいいんじゃないですか。だから一番安い部屋をだから取ったんですよ。友達が一人行った人がいて、はい、もうすごい窓がある部屋を取ったんだけど、はい、もう眠る暇なんかなくて、もう一番もう安い部屋でいいよとか言われて、もう俺下手したらもう寝ながら乗ったされたみたいな。マジずっと乗る、ね、滑りたいぐらいの。もう全然その、ね、うん、寝るのもったいないですよね、本当にね。しかもこれ10万円以内お釣り来る。私ジャンボさんのなんか宣伝してるみたいで、ちょっとこのスポンサーついてもらったずっと遊べるというね。あ、でいいっすね。台湾の方は行きたかった、あの日泊まりはじゃあこの船の中でちょっと日帰りでとか行ってくるって感じですね。そうですね。あ、めっちゃいいですね。はい、行きたかったね。ぜひまた今度の機会、ね、そこの後そうですね、また、うんうん、あの帰ってきたらちょっとその話もまた聞きたいなと思いますね。台湾で台湾、そうですね、自分も思い出は高尾とかもめちゃくちゃ良くて、うん、であの初めね、私2月にね、はい、あの予定してたんですけど、うん、2月のちょうど10何日かなしたら、旧正月に当たってるんですよ。したら旧正月ってあのもうね、台湾は、ね、結構閉まるんですよ、お店が、うん、なるほどなるほど、うんうん、なのでやばいと思って、それでちょっとも変更ちょっとみんなにまた聞いて、うん、1月旧正月前だったらちょっとまたね、うん、あのなんかね、その前って結構ね、まあ、まあいろいろ逆になんか年末で盛り上がって、ね、ちょっと
品も安くなってるかなみたいな、うん、あーセールじゃん、そうそうそう、ね、一度本当に旧正月の時行った時お店が閉まってて、うん、あの本当にあのご飯を食べるのがとっても大変だったんですよ。あの観光客が結局ね、あの予約入れない人はねちょっとね食べられない状態があって、っていうのがあったので、今はちょっとどうか分かんないんですけど、うん、まあ、そういうことがあったので、うん、やっぱりねちょっとね華やかな時に行きたいですよね。うん、あ、そう、なんか一度年末に行ったことあって、うんうんうん、年越しで高尾のなんか、うんうん、なんていうかアウトレットモールがあるんですよ、うん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 、そこ行ったらなんか花火がすごいって言って、うんうん、いやもうなんか、5000発くらいあるのかな。で、すごい、始まってめっちゃ人いるんですよ。で一応、うんうん、あの場所もちょっとまあいいところみんな捉えてるんで、うんうんうん、ちょっと座れるところで、まあ、ちょっと建物の間誰か見れるようなところに見てたら、もう初めやっても5分ぐらいバッどんどんやってすごいんですけど、煙が、煙がめっちゃ充満して見えないんですよ、綺麗に。音しか聞こえないっていうので、ちょっと10分ぐらい見て音しか聞こえないから、で帰りもまたやばいんですよ、めっちゃ人多いの、バスとか、あ、ちょっとバス停の方行こうと思って1時間ぐらいやってたけど、本当に半分ぐらい見て、あとはもうバス停行って、なんか101のら、あれもすごいって言いますね。だから今度は101だなと思って、あっちはなんかちょっともうすぐ見えなくなって、建物が結構多くて、ちょっと山の上というかところにあるんで、なんか煙もたまりやすいのが、多分101だったら海のそばというか、多分あっちは見えるのかなと思って。なるほど、経験者じゃないとね、なかなか。5回ぐらい行ったことあるんですけど、いつも101タワー登ろうと思うんですけど、入り口前行って、3000円するんだ。1700円ぐらいでした。なんか結構高くて、今回絶対登ろうと思って行くんですけど、行くたびに、あ、やっぱり1回もいつも断念するんですよ。また1回も登ったことなくて、一度登りたいな。この中の、17階だったかな、台湾料理の店があるんですよ。ちょうどその時ね、お友達の誕生日が入ってて、うん、はい、そこでじゃあパーティーしようよってことで、あの台湾のお友達がちょっとセッティングしてあげたんですけど、うん、もらったんですけど、その時にもケーキも持ち込んでそこでパーティーしたら、そこには結局17階だから、うん、結構だから上まで登れるんですよ、うん、だから無料で、無料って計算したら、あの時ね、だいぶ、何十年前、20年前かな、はい、の時だったら結局は、うん、1700円でね、うん、結局3500円だったんですよ、ここの料理が、だから、みたいな、考えて安く済んでるね、そうそうそう、友達が、あ、よかったよねって言って、どこの名前覚えてるとか言って連絡来て、うん、行ったら結局さ、料理が7000円になってたって、今現在だから、あら、登る金額も入ってないし、うん、一番かラッキーだったなと思って、だから多分そこを利用したら登るのはタダじゃないかなっていう感じですね。そうなんですね、なんかね、いろいろね、本当にいつも行こうと思って、ね、もうダメですね。でもいつも思うんですけど、三ツ矢さんと旅行に行くと絶対ラッキーがあるんですよ。そうそうそう、ね、天気だったり、天気だったり、いろいろ話聞いたらもうラッキーだらけで、え、なんでこんなついてるのっていう、持ってますね。そう、もう一緒に行く人大事ですよ。タピオカのドリンクかサービスだったり、ね、うん、これ真由美さんと行くからです。真由美さんとさ行ってもラッキーなんですよ、うん、してさ、なんかあの台北行ったら必ず足裏マッサージとかするんですね、うん、結構あると思うので、あれいいです、確かにあれやりいいですね。350件1200、300件ぐらい、そのぐらいでめっちゃもうね、もう1時間ぐらいやってくれるので、もうなんかしたらいつもね、いつも行ってるところなんですけど、したら私がトイレ行ってるうちになんかタピオカのドリンク飲んでるんですよ。そう、じゃあ私サービスっていうから、いつもこれはもう足マッサージするとこれはついてくるものだと思ったんですけど、違う、今まではなかったみたいで、ないけどみたいな、私初めてだったんですけど、そう、でっかいタピオカのドリンクがサービスであって、初めてのことだけど今までなかったのにみたいな。してまた市場の中行ったら、なんか果物がすごいいっぱいあるじゃないですか、で果物ね、あ、これも食べたいな、これも食べ、あ、どうしよう、どれって、なんかあなた2人で行ったっけ、そう2人で行ったんですよ、はい、したらこんなにいっぱい食べるから、もうどれか2つにしようと思ったら、この
ちょっと高かったちょっとものをやめて、はい、ちょっと2つにしたんですよ、はい、あれなな山桃じゃないしたらさ、なんと、はい、こんなでっかいんですよ。高くて買えなかったものがサービスって、そうそう、ね、ありがとうって言ってきなさいって言われて、からからそうそう本人分かってないわけあどうサービスなのになんか分かってなくて、ちゃんと、ちゃんと、ちゃんとありがとう言ってっていうどういうことと思ったらサービスって言うから、まゆみさんもラッキーなんですけど、すごい、すごいですね。美人は得ですね。今度じゃあ一緒に、今度行ったらやばいんじゃないですか。もうダブルで。ね、この二人にはついていく。ちょっとこの行きたいですね。ちょっと。キヨさんと行っても面白そう。ね、なんかいろんなところ、やっぱりね、みつよさんたちとかと行く場所が違うじゃないですか。それはそれですごい面白そうだなと思って。ちょっと変なところばっかり満喫泊まったり、うん、台湾でそういうのがなんかいい体験できたりするじゃないですか、ね、でも台湾のね、なんかでもなんていう韓国だとねちょっとパッてね何を書いてるかわからないじゃないですか韓国語って、うんうんうん、でも台湾って漢字だからなんとなくねなんとなく雰囲気がわかりますよね、こんな豚肉だろうなって、ね、なんとなくそうですね、筆談で1割2割は通ずるんで、写真がついてたら選べるんだけど、でもなんか漢字でねなんとなくね豚だろうか肉そう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 韓国語はねなんかよもうね全然わかんないですよね、確かにハングル文字はわかんないですね、でもハングルもちょっと日本語だいたい似てるってあるじゃないですか、まあ、例えばカバンとか洗濯機とか、うんうん、でこの言葉で面白い言葉韓国人が教えてもらって、例えばバッテリーがなかった、もう通じるんですよ、意味も一緒で、バッテリーがなかった、バッテリーがなかった、えっ、そうでしょ、本当です本当です、あと一番面白かったのがマッサージ30分無料これもう本当なんです本当なんですよ、マッサージちょっとイントネーションはちょっと都っぽい感じで、マッサージ30分無料っていうのは通じるんですよ、ぜひぜひあのよく皆さんあの、ね、韓国行くと思うんですけど、たらバッテリーないですみたいな、そうですね、あたこさん、バナさんもありがとうございます、本当にそうなんですよ、もうぜひぜひマッサージ30分無料って何台もあたりで使ってください、使えるかなわかんないですけど、すいません話します、私も最初行ったのがね、40年前なんですよ、台湾行ったの。40年前、そうそうそう、すごい、最初22、いや一緒だよね、最初に行ったのが、9歳か、うん、彼女ももう60なので、いやいやいや、こんな大きな声でいきなりなんかあのいきなり仮面が踊ってたなんか暴露してて、いやいやいや、彼女ともまだまだ、あの時19ぐらいの時だったよね、そうなんですよ、9歳の時に行って、本当ね、よかったよね、あれからだとどんな感じでした？なんか全然また本当に屋台もなんかバケツの中でお椀も洗うみたいな、ゆすぐみたいな、あの屋台がやっぱり水道工事がね、水道がなくて結局さバケツが置いてるんですよ、バケツ、はい、してなんか屋台でいっぱいバーってやるじゃないですか、なんかそばに座ってたらバケツにちょっと水、あ結局食べたものをスーッてやってポンって出てきてる、うん、バケツの中になんか洗ったのをポンって出てきたから絶対無理無理無理あのタイとかと一緒ですね、40年前の話ですけどあれ、そうそう、ね、でも全然その後、うん、もう全然もう普通になってましたあちゃんと水道 が, 水道がだこのタイとかだとやっぱこうなってるんで、まず屋台であのお皿使うときは必ずティッシュで拭くっていうのがマナーというか、まずこれを拭いて、あ黒いなきっとそれまた家で食べるみたいな、でもさ タイもだけどベトナム行ったときびっくり、この道でみんななんか、はい、食べてるんだよね、これもうさ排気ガスがめっちゃそばでこれ食べてるから超びっくりして、あうちもそうですね、ラオスとかもなんか道端でなんかもうみんな座って、よく言えば地鶏、悪く言えばそこら辺にいる鶏をさばいてる、うん、なんか焼き鳥みたいな、本当になんかあれです、本当にもう簡単になんかやってるような感じで、そこでもうおっちゃん食べながらうまいな、もう一本食べて、こんな感じ、不思議だよね、なんか、でも今はでもね、電車も通って、いや地下鉄とかすごいですよね、本当になんかね、一番びっくりしたのは、中国、うん、中国の万里の長城、もうさトイレがなくてトイレって探したら穴しか開いてないんです
もうびっくりって感じで、あれはちょっとびっくりしました。でも今まで自分42カ国行ったんですけど、一番中国が最強にトイレやばかったです。インドよりもやばい。インドの方がまだ綺麗です。インドはまだ、手で洗えるんで快適なんですけど、中国のトイレは一度死にかけたことがあって、もう本当に、死にかけで、死にかけで高尾さんがそこに流す。本当にあれですよ、もう本当にやばい。やばい。もうちょっとね、今話したら無駄なので、本当にもうアンモニア臭で、本当にもう目がしょぼしょぼして、ちょっとクラクラしてきて、あ、もう本当にやばかったです。もう死にそうになってました。それで死にかけた。本当の死にかけた感じですね。ケルス中毒みたいな。涙も出てきて、そういうところがありました。人口も多いですしね。あそこやばい。だからちょっと傘とか持っていかないと穴しか開いてないから。あ、傘隠してから。なるほど。あ、じゃああれですね、あの晴れでも高さそれかスカートじゃないとズボンじゃなくて傘持っていった方がいいみたいな。スカートだといいですね。みんな友達が今度はスカートしゃがんでスカート汚したら嫌だね。嫌だ。ということで、もう早いですね、はい、もう終わりますので、早い。ということで、なんかね、あのまた今度、はい、来年あたりですね、ちょっとまた、はい、行ってきた後にまたちょっと話聞きたいんで、ぜひ、はい、ぜひまた今度月曜日もなんかちょっとタイミング合わせてちょっと、はい、ぜひぜひ来てください。ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで今日ですね、すごい、ありがとうございました、はい、また月曜日のもうよろしくお願いします、はいはい、月曜8時もよろしくお願いします。バイバイ。お疲れ様でした。